はいどうも、こんにちは、こんばんは、みたろうです。よろしくお願いします。7時間やった後の再びゲームです。よろしくお願いします、おじさん。よろしくお願いします、おじさん。お願いします。おじデュオ、おじデュオ、言いにく、おじデュオ。おじさんデュオ。20代以下の、20代は入れない。おじさんしか入れないデュオ、ね、です、ね、よろしくお願いしますか。今どこですか。最近ちょっとユンユンちょこちょこランクやってんの見んだよ。なかなかおじさん反応速度悪いんですよ。おじさんシルファイオ、なかなか勝ててないです。私と言ってる敗北の字が目立ちます。どう、シビアはどうなの、その今使ってるけど、シビアあんまり ADC で見ないな。でも強いんだ。ほんとだ。今ティア1位じゃん。一番強いな。勝率高いし、ティアも高いし。またカリスタ戻ってきたんけって。押しまくったらめちゃくちゃジャングル来る。いや、まあそれな。ここがこのシビアの弱さや。セラフィーン落ちたんだ、少し。言っても 53% んで。ああ。セラフィン強くなって、これな。ああ、バンレートでも 1.7 で今、シビアの方がバンレート高いね。いや、しょや。さっきはね、テレさんとサイフルやってた。おじさんとデュオです。カボテンダーが私トップなんで、どうしよう。チェン、ピオラの才能がいまだに開花してないんで、コンパンしよう。ジャングル来てもトップに来ても鬱陶しいから、ウーコンパンしよう。パイクだ。ニーラ勝率一番低かったぞ。強いのけ、ムチ打ち少女知ってる、叩いてる。ほら、このなんて上から2番目の勝率 51% のゴッドティアのフィオラ俺使えないってやばない。なんでちょこちょこあれ見てんだけど、モンタージュとか見てんだけど、モンタージュ見てても強くならないの。いや、クラッシュやってみますよ。ハミコ誰だ。夢かぐらさん、おじさん発見、わらわら。こんばんは、おじさん。夢かぐらさん、きんちゃんこんにち、ワンワンです。夢かぐらさん、ワンワン。どうもゆい。
よろしくね。トップです。あ、味方ほとんど変わってない。サボテンだ。ダビック、ダック、出ない、ポピー。ボリビア勝てない、瀬戸ウーポン、ダリウス勝てない。メインのプレイヤー、大体勝てないです。もっと強いやつはいねえのか。逆に意味わからんと。特に誰に勝てるん。変は逆にあれだよな。変なのかな。トップだからな。タンクでもワンチャンありだよな。悩むよな。トップレーナーって。ブルじゃん。バーサス。あげるな。ダンブルなんか来られた日に。あげますね。ダンブルのカウンターなんだろう。ダンブルです。私の相手はダングルでいるかな。ダンブル、あ、ミートで出てくるか。出てこない。ここにいる。ダンブル出てこないんだ。待ってしまった。ミッドガレンです。はい、ミッドにガレン起毛した。天の裁き、解くと見るがいい。このチョキシェンで、アイスボーン、ホンメイ、相手 AP だから、アイスボーン、よっしゃ、いきますか。いや、ゴッドティアンのシビアの強さをちょっと、あ、イグナイツだ。AP が変わったで、ラックスもいるからね。4番こけなければ勝てそう。いいスキン持ってんね。
スターガーディアンの声がする。あれやってる、音ゲーやってる。ミニオンが出撃しました。マーブル影より参る。あれテクテク悪いのかな、あんまたプレイでさ。承知。出ましよ。均衡を正さねば。シャワーでも浴びてろ。燃やされてる。
おお。味方が倒されました。味方が倒されました。おっと。味方が倒されました。敵を倒しました。一心味方が倒されました。ありゃリーブスの R でやる。よただち おっと、ぜひ ありゃりゃ。なんで死んだ？大変です。どこの霊も買っていません。このランブル相手に俺敗北さ。
承知。一心伝心。合ってるしかない。ナイスナイスナイス。お。アシストだけも。死ねえ。ふい。敵のキリングスプリー。チャージ積むかな。敵を倒しました。敵のランページ。おお、強気だね、ランブルよ、お前。さっきから俺に負けてんのに。ずいぶん強気じゃねえか。いいんか、そんなんで。敵のアストッパ。味方のタワーが破壊されました。ユンユン。僕たちボロボロです。ボコボコです。いや、心折れとるやん。心折れとるやん。味方が倒されました。普通に死んでる。
カイ様でいる。カイ様でいます。味方が倒されました。何が起きているのやら。頑張れー。いました。味方のタワーが破壊されました。よっ。あ、タワーが。ボコボコ、フルボッコです。ボッあのゼドもうまいんだよな。ボッコボコにされてます。ファームしてください。承知。そして、リンティーフォースじゃねえ。こんなの積んでる余裕ないでしょ。レーンの敗北者よ。死にました。カイサウルと観察の本領出してきたんちゃう。やっと本領発揮。危なかったね。鬼攻められてる。ほら、俺サボテンだ。ユイもサポートも。
されました。うわ、痛い。ミスった。もう限界じゃないこれ。僕たち。そろそろ限界じゃない？味方が倒されました。限界見えてんじゃない？フリーズ修行です。ロールという修行をしてます。もバロン師匠さん、ちょ、ガレンも帰ってきて、やる気なくなっちゃったのかなと思う。ここでもない。いいね。いて。なかなか大変な試合でしたね。タイトルおじさんじゃなくて、いじさんになってるし。夢かぐらさん、ボットプレイ、わら。そりゃそうだった。あれだった。このジャングルがもうカーサスだから何にもできなかったんだ。どこも助けられてない、どこも霊が耐えられてない。私ジャングルというものをお見せしてやりましょう。出しますか、とっておきを。よくない、見てよ、見ろ俺のとっておきを。なんかね、飛びたかったんだけど。夢かぐらさん、まさか。夢かぐらさん、リーシン。そうです。その通りでございます。リーシン。あ、茨城県のラッキーフェスに来てます。茨城県で花火やってんだけど、はい、僕がいいさって面白いよって言ったら、なんかなあれ、公式サイトで
西くんさん、ちは。お、西くん、こんばんは。どうも。茨城県で今、なんか、西くんさん、乳首破盤ですよ。出てないから大丈夫。もうこの画角までぐらいしか出てない。水を取りに行くときぐらい気をつけて。西くんさん、しかし、すごい方だね。僕はいいさ、って面白い。これが鍛えてる証です。日々のトレーニングによる。あれ？なんか YouTube での視聴はこちら茨城のラッキーフェスに来て。西くんさん、話変わるけど、金ちゃんって立ちこうってできる？何立ちこうって何ですか？分からない。ね、これ西くんさん、肩甲骨が柔らかいと立つらしいんだよ。立ちこうのやり方、立こう。今欲しいもの、ペイディなら、メアドと携帯バッグだけで後払い。お支払いはまとめて翌月で OK。 使えるお店もたくさん。便利、ペイディ。人類を滅ぼすのは好きだった。インデペンデンスデーの監督最新作ムーンホール、プライムビデオで独占配信。あ、ベルベス。逃げることなどできん。西くんさん、両つでググるとたくさん出てくると思う。できるようになりたいんだよね。この肩甲骨こう。はい、こんにちは。ちょんまげセラピストの久保田です。いつも動画を見て。俺できないな。何時の手となり足となろう。え、こうやって肩甲骨を上げる下げるはさ、こう何こうできるじゃん。こう肩甲骨をこう広げたりこう閉じたりみたいな。まあ要は手がこうなると肩甲骨がこう閉じるけど、肩甲骨立てるって何？こうなってんの、こうして。立候補。ああ、この背中がすげえマコーンってなるやつ。西くんさん、そうそう。これ肩甲骨の可動性が上昇し、腕全体が力強くし、体幹が安定し、体の軸がぶりぶれなくなる。下半身の機能を超やり、体の余計が負担の減、怪我のリスクが減る。あ、ちょっと恥ずかしいんで、ノーマルスキンで行かせていただきます。恥ずかしい。相手クイーンジャンプ。怪我予防。軸のブレが少ない。なんかそういう効果があるんだね。もう知らなかった、この立功ってやつ。ゴールドいるよ、味方に。これ勝ちだな、俺らな。相手ゴールド3人いる。どうするよ、俺たち。相手ゴールド3人おんで。ドネジャングル。
舐めたプレイしてるやつはもう片っ端からやる。実行ができるくらいだと手の振りも速いから走るのも速いらしい。走るの速くなりたい、ね、それが意外だったの、ね、走るの速くなりたかった、ね。本当に配管っていう言葉にはあんまり騙されない方がいいって言って、体幹を鍛えれば、体幹体幹って言うけど、体幹も筋肉だから、要は筋トレと一緒だから。大丈夫。お、何、なんか煽られてますよ、ユンユン。サボテンだ、さっきのやつだね。さっきのよ、さっきのきちいって言われてるサポートじゃねえか。これ死んじゃわない？君。アイオニアの魂は一つだったはず。なぜこのような。取られたんやが、エイナーが いけやれやれ、こっちを向いてどう。
ナイス。ありがとうございます。いただきました。なんで残ってるん君。頭悪いんかーって。病気なんかーって。倒しに行こうかーって。いいね。1キル取ったね。竜の魂は魔法ではない。遥か古の命だ。ナイスかわし。悟りとは己の無知を知りそこから学ぶこと。修行に比べればかような戦場など教えは見て盗むがよい。いやもうお、ナイス。
ミッドも帰ります。ジャズです。アークイーン来て、割れました。割れましたっていうか、あの、ピンクワードありました。急にトップにいんのに。我らの中にある魂、その力はこだまし、この地を覆う。クソマジか。いやー、うまくやられたわ。山ワニさん、よよ。おお、ワニくん、おかえり。やっちゃっ、ミッドがボボボボです。山ワニさん、4時間くらい寝てた。少しなかなか仮眠できたんじゃない。あ、なんだその HP で残るって、なめとんのかお前は。おお、ほら。どうだ。
けえ。どういうんや、きつい。おじさんどうですか。おじさん死んでない。 CS もいい感じ。悪くないですね。いい感じでしょ。おじさんにしてはやりますね。取られちゃった。そんなところに出しやがって。俺も助けに行くぜ。全力で行きます。飲むよ。なんで死んじゃうんだよ。あー、いてる。おー、ナイス。おお、運命が我をここに導いた。ヒヒ。おひもうしたね。結構ゼラスもダメージ出るようになってきたね。まあ問題はこのアーリちゃんあたり。
平和を願った。だがそれは愚かな理想でしかなかった。切るのが止まりませんか。本当に屋根いいんで、あ、首にも来て、あ、死んだ死んだ。感覚を研ぎ澄ませ。味方が倒されました。あだ。あだ。我が竜は劇場をもって答える。ブランドが敵を倒すのに押せるね、これね。ワードないじゃん。味方のタワーが破壊されました。竜にも休息はある。クイーンがいます、ミッドに。いい感じ。あ、クイーン来る、クイーン来る、ダイナも来る。だってね、味方がタワーを破壊しました。この拳があれば武器などいらぬ。あれ来てます。おっと、やり返せ、仕返せ、俺いけいけ。いかなる犠牲を払う。クイーンがドラゴン取れねえな。いるのか。痛い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 。なかなか俺ら大変な戦いしてね。なかなかきつくない。どう？おじさんじゃ対処しきれないぐらい強くない？夢神楽さん、おじさんじゃきつすぎるよ。と5-1ですね。トップの瀬戸まあまあ頑張ってる。PS 勝ってるからね。うまくはやってくれてるんだけど。ラゴンもリーチになっちゃったしな。
アリめちゃ強い。鍛錬に終わりなし。ワンコロボ一匹しかおらん。ほっといてるし。いいね。入れる。ザキやがってー。クイーンのパワー感じて。勝負は一撃必殺。味方のタワーが破壊されました。これどうしようか。僕たち。これね、インファーナル、これもうドラゴン上げれないんですよね。見つけていく。いたった。誰も残っていない。崩壊しております。我チーム崩壊なり。弱すぎる。クレームが来ました。弱すぎる。弱すぎる言ってる彼も強くはないんだけれども。弱い。怒られております。彼に弱すぎ。この空気を味わう体の運用は今しめではない。アーリー助けに行ったらバロンが取られちゃうんです。
これいけそう。誰か言うよ。ほら。全力。全力です。一人殺すのに我ら全力なり。ユイユはやられてしもうてる。やられてしもうてる。バロン取られちゃった。レーナーだけで勝ったのか。あるな。なんか折り長。来ました。大量にいます。4年前を。これ我々が勝つ方法はミッドでぶち当たるしかない。いやー強いミニオン、マジで強いです。味方が倒されました。味方のタワーが破壊されました。我らの敵のタワー、敵の麒麟に進めた。おっとやべえ、俺とゼラスしかいない。いけ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 。動けないやないかーい。これこれちゃう。うわすぎ。誰も何もいい。ちょっと確かゴールドだよ、ね、ゴールド3でした。よかったな。でもね、そんなに脅威を感じなかった。このアーリーだよ、ね。ユメカグラさん、ミッド化け物すぎた。アーリーめちゃめちゃ強くなっちゃって。でもまあ29。中レベルだからな。カバカかもしれない。上手だ、ね。でもいいんだな。350レベルだな。で何レベルよ。ザイナのサポートなかなか上手じゃなかった。見てる感じ。あまあうまいな。ゴールドです。夢かぐらさん上手だったよ。ね。難度がちょっといじめられすぎたよ。アブアカランドメイン。ランドメインだ。ブランドメイン、ほんまか。
ブランドメインなのか君は。ブランドパワーをもうちょっとくれても、ありだから相性悪かった。まあまあまあこんな感じでね、私はそろそろおやつみし、夢かぐらさん、おつおじさん、おつおじさん、ありがとう。またまたやりましょう。300レベルだ。まあまあレベルだ。DDC メインっぽい。お疲れ様です。お疲れ様。おやすみ。